内田裕馬のだいたい3分間クッキング。テレレトテトテ、今回ご用意いたしましたのはこちら、ドドーン、ロイヤルミルクティーでございます。水カップ1、牛乳カップ3、600cc、 茶葉ティースプーン山盛り3杯、砂糖ティースプーン山盛り3杯でございます。鍋に水を入れまして、お湯を沸かしているところでございます。じゃあまずはですね、こちらですね、はい、茶葉入れちゃいます。おお、お茶っぽくなってきた、お茶っぽくなってきた、すげえ色がお茶だ。さあこれ混ぜる。何これ、すげえかっこいいんだけど。マドラーですね。マドラーっていうんですか。はい、マドラーって俺の知ってるマドラーじゃない。1、2分ぐらい煮ます。でもすぐできますね。もうちょいですかね。これでも大丈夫ですか。はい、じゃあこの辺でですね、牛乳と砂糖を投入したいと思います。これはもう全部入れちゃっていいですかね。そして牛乳 600cc、 難しくないこれを、はい、これ全部、あ、全部、はい、よかったー、はい、ちゃんと全部量っていただいてました全部入れまーす。お、めちゃめちゃ綺麗な色じゃないですか。で、周りがふつ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 言ってくるので、はい、そしたらいいと思います。了解です。ではちょっとずつ、なんかでも、周りにちょっとかき混ぜてます。かき混ぜて、はい、はい、全体的に深く、全体的に深く。ミルクティー、ミルクティー、エイ、ミルクティー、エイ、ミルクティーは一番大好き。じゃあ火止めてください。はい、火止めます。はい、OK です。OK です。ででん、茶こし、ミルクティーを投入します。あっ。して、はい、でこれ上から、上からこう辿って辿って、はい、あ、先生ちょっと、じゃあ、これ、はい、レードル使いますか。レードル、これです。うえい、あ、レードルいいですね。レードル、どうも、レードルです。さあ入るぜ。じゃあ楽しいぞ。いい感じ。さあ、これでロイヤルミルクティーの完成です。イエーイ、ロイヤルミルクティー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 。さあ、というわけで完成いたしました、ロイヤルミルクティー。こちらいただきたいと思います。いや、なんか、ロイヤルミルクティーだわ。俺が作ったわ、本当に。さあ、というわけでですね、テレビアニメ宝石商リチャード氏の謎鑑定はですね、毎週木曜日の24時から東京 MX 他にて放送中です。次回は第3話です。キャッツアイの慧眼、正義が入れるこのミルクティーにもですね、ぜひとも皆様注目してくださいませ。さあ、というわけで以上、内田裕馬のだいたい3分間クッキングでした。